ライオネル・ターティスは、イギリスのビオラ奏者である。パウル・ヒンデミットや、ウィリアム・プリム・ローズらと共に、ビオラの独奏楽器としての地位の確立に貢献した。ターティスは、わざと大きめのビオラを作り、ビオラ特有の豊かな音の魅力を表した。イングランド北部のウェスト・ハートルプールに生まれ、ライプツィヒ音楽院とロンドン王立音楽院で、バイオリンを学ぶ。ロンドン王立音楽院在学時、 弦楽師重奏でビオラを弾いたことをきっかけに、ビオラに転校する。その後、ソリストや室内楽で活躍し、当時の名バイオリニストであるウジェヌ・イザイ、ジャック・ティボー、フリッツ・クライスラーらと共演している。20世紀初頭までは、ビオラは、独奏楽器としてはほとんど無視された存在だったが、ターティスらの登場により、近代以降、ビオラの独奏曲も、多く作られるようになってきている。 ウィリアム・ウォルトンのビオラ競争曲は、ターティスのために作られた作品である。他にも、アーノルド・バックスのビオラ・ソナタや、レイフ・ボーオン・ウィリアムズの、野の花、グスターブ・ホルストの、叙情的岩章などが、ターティスのために作られた曲である。イギリスには、ターティスの他にも、プリムローズ・ラ・メイビオラ奏者がいたため、イギリスの近代音楽には、比較的ビオラの曲が多い。 1975年にロンドンで死去。ターティスを記念して、1980年にライオネル・ターティス国際ビオラコンクールが設立された。アーノルド・バックスのビオラ・ソナタは、作曲者自身との共演による録音が残されている。他にも、ヨハン・ゼバスティアン・バッハの、シャコンヌ・ヨハネス・ブラームスのビオラ・ソナタ第1番が残されている。ビオラは、大きさに、 バラつきがある楽器だが、ターティスは小さいビオラに猛烈に反対し、17インチ級の大きなビオラを演奏した。しかし、左手を痛めてしまい、一時期演奏活動から引退を余儀なくされた。そこで、長さは普通でも横幅を広めにし、共鳴箱の容積が大きくなるよう設計した楽器を作らせた。このビオラはターティス型と呼ばれて広まり、今日でも、 楽器ショーで幅が広めのビオラをターティス型と呼んで扱っていることがある。ありがとうございます。